オーストロネシア語族。オーストロネシア語族は、台湾から東南アジア島諸部、太平洋の島々、マダガスカルに広がる語族である。アウストロネシア語族とも、日本語では南東語族とも訳される。かつては、マレーポリネシア語族と呼ばれていたが、台湾原住民諸語との類縁性が証明された。この台湾原住民の諸語が言語学的に最も古い形を保っており、 考古学的な証拠と合わせて、オーストロネシア語族は台湾からフィリピン、インドネシア、マレー半島と南下し、西暦5世紀にインド洋を越えてマダガスカル島に達し、さらに東の太平洋の島々に拡散したとされる。ただし、パプアニューギニアの大部分、パプア諸語とオーストラリアの原住民の言語、オーストラリアアボリジニ諸語は含まない。 オーストロネシア語族は戦前後の言語から構成され、西はマダガスカル島から、東はイースター島まで、北は台湾、ハワイから、南はニュージーランドまでと非常に広く分布している。近代のインドヨーロッパ語族の拡大まで最大の範囲に広がる語族であった。しかし、その分布範囲の広さにもかかわらず言語間の類縁性が極めて高く語族として確立している。 話者数が最も多いのはインドネシアで国語と定められているインドネシア語はマレー語をもとにして人工的に作られた言語である。各地域にはジャワ語、スンダ語、マドラ語、ミナンカバウ語、マリ語、ブギス語、マカッサル語、アテゴなどが分布しているが、インドネシア語はこれらマレー系ン言語の新しい共通語として制定された。 マレー語がインドネシアの共通語となった歴史的背景としては15世紀から16世紀初頭にかけてマレー半島南岸に繁栄したマラッカ王国の影響が挙げられる。マラッカ王国からイスラームが広がり、その言語が商業用語としても広く用いられたからである。ジャワ語の母語話者数は圧倒的だが、ジャワ語を国語に選定するとマジョリティのジャワ人の優位性を助長すること、 難解な敬語表現の学習の難しさ、また敬語を重視するのは新国家で歌う自由平等にふさわしくないということなどで採用されなかった。マレーシアの国語はバハッサ・マレーシア、マレーシア語でこの国で話されている標準的なマレー語をマレーシア語として2007年に制定したものである。従来のマレー語は講義ではインドネシア語を含むことがあるが、 国名を入れたことにより区別が明確になった。マレーシア語とインドネシア語は極めて共通する部分が多いと言われる。しかし、植民地時代の創始国言語の違いによる、借用語の違いや、インドネシア語制定以前から話していた母語である、ジャワ、ブタウィ語など地方語の流入により、両国で実際に使われる言葉では、非共通の部分も多い。フィリピンの共通語は、 ルソン島南部のマレー系言語であるタガログ語だがフィリピンも各地域にセブアノ語、イロコス語、パンガシナン語などマレー系言語が分布している。なおタガログ語はマニラ首都圏などルソン島中南部一帯で話されているものを標準化し1987年にフィリピン語として英語と共に公用語として憲法に定められた。 マレー系言語はインドシナ半島にも分布する。古くからチャンパ王国を建国したチャム族の言語チャム語である。チャンパ王国はベトナムに滅ぼされたが、民族としてのチャム族はベトナム中部からカンボジアに今も存続している。アフリカ東部のマダガスカルにまでマレー系言語が分布しているのは驚くべきことだが、これは全く海洋民族であるマレー系民族の移住によるものである。 距離が遠く離れているにもかかわらず、マダガスカル語、マラガシー語とマレー語との言語学的な深淵関係は強いとされる。マダガスカルのマレー系民族は、人種的にはアフリカ国人のバンツーミンと根血していて、言語にもその影響が見られる。オーストロネシア語族の素型を残す台湾原住民、中国語では鉱山族、日本語では高砂語族諸部族の言語は、アタヤル語、 タイアル語群、ツ、オー語群、バイワン語群に大別され、このうちパイワン語群に属するアミゴの和社が10万人前後と最も多く、その他の言語の和社は数千人以下である。現代の台湾では中国語、主に北京語、台湾語の影響が強く、原住民言語は消滅する傾向がある。しかし近年、原住民言語の語学教育が学校で行われている。 太平洋のオーストロネシア語族、海洋系は、ニューギニア北部沿岸地域の言語から派生した。メラネシア系とポリネシア系に大別され、前者から後者が派生した。メラネシア系は、中部太平洋のソロモン諸島、ニューヘブリディーズ諸島、バヌアツ、フィジーなどに分布し、ポリネシア系は、アメリカ合衆国のハワイ諸島、チリのイースター島、サモア、トンガ、ニュージーランドに分布する。 ニュージーランドのポリネシア系原住民マオリ族の言語がオーストロネシア語族の難言となる。言語学的な分類は言語学者によって諸説あるが、ここでは有力な分類を紹介する。なお、どの分類でもオーストロネシア語族はまず、台湾諸語とマレーポリネシア語派の二つに分けて考えられる。ただし、最新の系統解析では台湾諸語は側系統群である。 フィリピン諸語は、北は台湾沖の乱遊から、南はボルネオ北部まで分布している。は、スールー諸島やボルネオ島に住むの言語であり、研究者によっては、フィリピン諸語と同じグループに分類されることもある。は、主にボルネオ島北部に分布する言葉であるが、マダガスカル語もこのグループに属する。は、オーストロネシア語族最大のグループであり、海南島やスマトラ島から、 ハワイ諸島、イースター島まで分布している。オークランド大学のアールディ・グレイラのグループは、合意統計学の方法を用い、オーストロネシア語族の400個と語の系統関係を推定しサイエンス誌に発表した。それによると、言語学的に推測されていた台湾フィリピン、インドネシア付近メラネシアポリネシアという分岐経路を支持する結果が得られた。 また考古学の成果などに基づいて分岐年代を見積もったところと推定された。2回の低大気は広い海洋、台湾フィリピン、西ポリネシア東、ポリネシアを渡って移住するために技術、アウトリガーカヌーダブルカヌーや航海術及び社会の面で変革が要であったことを示唆する。さらに同志同号にはこの地域の人々の持つピロリ菌、 家族など親密な人の間でのみ伝染するとされるの、遺伝学的比較も発表された。これは、上の推定とよく一致し、実際にそのような人間の移住があった傍張とみられる。これらの言語には、非常に多様性があり、一般化は難しいが、およそ次のようなことが言える。オーストロネシア語族に関連する遺伝子として、Y 染色体。 ハップログループ O1A が挙げられる。O1R 系統は、台湾先住民に66.3%から89.6%、ニアス島で100%など、東南アジアの半島、東諸部、オセアニアにも高頻度であり、オーストロネシア語族との関連が想定される。また、O2A に系統もオーストロネシア語族と関連しており、スマトラ島のトバ人に55.3%、 トンガに41.7%、フィリピンに25.0%観察される。ミトコンドリア DNA 発プログループは B4A1R 系統が関連している。日本語の文法は朝鮮語との類似性が高いが、母音の強い音韻体系はオーストロネシア語族との類似性が高い。また語を重ねる複数形の表現方法や一部の単語に関して、 オーストロネシア起源も指摘れている。日本語のこのような特徴は、シベリアから南下した言語集団と南方系の言語集団が、縄文時代に日本列島で出会い、混交したからであるとする説が唱えられている。分子人類学的知見からも、一部がオーストロネシア語族と関連するミトコンドリア、DNA 派プログループ B4 が日本に9.1%、 観察され、Y 染色体、ハプログループ O1R 系統が3.4%、O2A2 系統が4.2%、観察されており、オーストロネシア語族を話す集団が日本にやってきたことが考えられる。説話の類型などから、南九州のハヤトが、オーストロネシア語系民族であるとの説もある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。